どうも、アルディチャンネルのアルディです。撮っては見たもののいまいちパッとしないミニ四駆の写真ってないですか？そんな写真とも今日でおさらば。この写真がこう、こんな感じがこう。今回はちょっとの工夫で簡単に映える写真を撮影する方法をお伝えしようと思います。余計なものを映さないために私が背景に使っているのはこちら、ホームセンターで買ったポリプロピレンシートです。それを使い古したテーブルにミニ四駆の両軸マシーンのカウンターギアを押さえにして使っています。白い背景はマシーンの色を際立たせてくれます。とってもいい感じですね。しかし、ひとたび余計なものが背景に映り込むと途端に映えない写真に早変わり。シンプルな背景を使って余計なものが映らないように撮影すると簡単に映える写真になってきます。さらに私はダイソーの PPC と両面つや消しタイプというのを使っていて、例えばこの半透明の青を白いシートの上に置くとこんな感じでガラッと雰囲気の違う写真になります。さらに黄色はというとこんな感じ。マシンのカラーやその時撮りたい雰囲気によって簡単に背景の色を変えることができます。さらにこちらの赤いシートを使うとこんな感じでまた違った雰囲気の写真を撮ることができます。このシートは照明の光沢が出てしまうんですが、それはそれで照明の反射を利用することもできるので、いろいろと工夫してみるのも楽しいと思います。写真を簡単に良くする方法としては目線を開けるというのがあります。例えばマシンだったら進行方向を向いてる方を開けてあげたり、わざとリア方向を開けて雰囲気を出したりする撮影があったりします。またアングルを変えるためにレンズを正面に回してこんな感じでシンメトリーな雰囲気を出したり、さらにそこから高いアングルで撮るとマシンの雰囲気も変わってくると思います。そしてスマートフォンは端っこにレンズがついていることが多いので、この高さからこのぐらいまでレンズの高さが大きく変わります。人間にすると立ってる目線から腹ばいになってマシンを見るぐらい目線が変わることになります。なのでそのスマートフォンの特性を利用してこういうアングルで撮ったら、わざとスマートフォンをひっくり返しこういうローアングルを撮るのもとっても簡単です。いろいろとアングルを変えて自分のマシンの一番かっこいいところを探してみるのもとっても楽しいと思います。今回は私が使っている iPhone を使います。撮影するときにこうやって任意で色合いを選ぶことができます。私がよく使うのはこのドラマティックの冷たいという色ですね。これを使うだけでグッと雰囲気のある写真になるので、とてもおすすめのフィルターです。そしてこんな感じで日光が入ってしまった部屋のフローリングで写真を普通に撮るとこんな感じやこんな感じになっていまいち映えません。
そこで差し込む日差しを逆に利用する方法を今回はお伝えしようと思います。日陰と日向の境目にマシンを置いて、カメラの明るさを限界まで下げます。そして色のフィルターを今の雰囲気に合うようなのを探して、今回はドラマティックを使いました。それで撮影するとこんな感じになります。構図を変えてこんな感じにもなったりします。家のフローリングでも一工夫するだけでとっても写真の雰囲気が変わるので、とてもおすすめの撮影方法です。レンズの径が小さく近くでもピントが来るスマートフォンは32分の1スケールのミニ四駆の撮影にとても向いています。最近はタミヤ主催の内四駆やコンクールデレガンスオンラインなど SNS で写真を投稿する機会が多くあります。簡単に映える写真を撮ることができれば、今までと違った新しいミニ四駆の楽しみ方が見つかるかもしれませんね。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。